やー、働きたくねえな、ほんとに。ほんとに働きたくねえ。もう、正直、働きたくなくてなくて、もう仕方がない。もう働いたら、もう、俺、大丈夫かなと思う。一応、バイト先に、バイト所と電話するんだけど、面接には行けないんだよ、ほんとに。働きたくないっていう気持ちが強すぎて。ほんとに。どうすればいいかな、ほんとに。これどうすればいいかな。ちょ、助けてくれ。ほんと、電話できるんだよ。しかし、面接会場には、決して行くことができない。ニート。23歳、アサブ TV です。よろしくお願いします。ほんとに働けない。もう働こうと思うと、胃がキリ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 して、もう、働けない、ほんとは。もう、働いたら負けだと思ってるし、俺は正直。うん。正直、働いたら負けなんだよ。なあ、回ると、同じことやってたら、負けなんだよ。俺みたいな人間は、回ると同じことをやっちゃいけねえんだよ、ほんとに。周りに合わせちゃ。なあ、周りに合わせるようじゃ、そこで、試合終了だよ、ほんと。俺みたいなやつはほんと、プス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 ニートだけど、前進してる、いつも。日々前進あるのみ。ニートは辛いよ。だって今日も家に引きこもってたけど、もう、ほんと辛い。もうほんとね、働いてないことに対する罪悪感でもう押しつぶされそう。だけど働きたくない。もう不思議だよね、ほんと。罪悪感と働きたくないっていう狭間で、クッとクッとクッとって戦ってんだよ、心が。この心をどうやって説明しようか。僕はすごい、心配だ。この先の人生が。このままニートでいていいのが、果たして、働いてしまった方がいいのか、本当に心配だ。どうすればいいんだ、僕は。本当に。答えが見えない、ニートの心の闇、でした。本当に辛いです。